女愛は、中国神話に登場する女性。三海峡北山行によれば、天庭の一柱として、南方を守護するの御帝、炎を見門、神濃氏の娘で、東海地方を遊歴中に海に溺死し、その恨みを晴らすべく取り溶かして、太閤山脈に属す厳中か、人民共和国山西省の初波戸山に住み、東海を梅と周囲の山から牧石を加え運んで、 海中に投下するようになったと言い,い、貸した後の姿はカラスに似て、頭に文様があり、ばしは白く足は赤く、聖栄、聖栄と泣くがために聖栄と名付けられたという。聖栄、術域はこれを受け、彼女の貸した聖栄が、三角女スズメとも呼ばれたこと、歴史地は、東海に注ぐ川の聖栄受けえ水所という地で、聖栄は、そこの水を飲まないと誓っているために受け取り、 または、心差し取りと呼ばれ、さらには、遠近とも呼ばれたこと、聖栄は、海燕と騙して子を産むが、その雛は面取りだと聖栄に、温取りだと海燕に似た姿に育つといったことを、記す。ところで、三海行において、帝と何らかのつながりを持つもので、死後の伝承が語られる場合、その存在は、ある部族に信奉された神であったと類推され、 また反世界的に天地創造の最高神が鳥等の小動物に命じて現所の海の底から泥を組み上げさせて大地を造成したと語る潜水型と呼ばれる創造神話が分布し生涯の倒壊を破面とする行為はそうした神話類系のかすかな残影である可能性が想定されるのであるいは彼女はかつては天地創造を果たした偉大な女神であったが 男性優位の不健性が蔓延した結果、冷落して、炎御門の娘にしてその意志を代行する死者という快適位置に組み込まれ、さらにその痕跡すらも忘却されて、本来の神話の賠称化された一節話のみが残されたといった過程も推測できる。また、女愛は少女と呼ばれるが、これは未婚の若い女人を意味すると思われるのでそこには、 かつての震災として捧げられた女人の人心獄の習俗が繁栄したものと考えられ、あるいは、術意気のシるス海燕との婚姻はそうした説話の悲劇性を緩和させる目的で付化されたものとも考えられる。女、愛の故事から不可能な企ての実現に努めるが、ついに徒労に終わることの例えとして、聖栄界を天無という聖語が生まれ、これはまた、聖栄氏を 感無とも言う。南朝宗の陶園名も、読み三回行と題する連作五個としの第十首でこの小字を読むが、人外に返事でもなお激しい意志を持ち続ける彼女を、歌い上げつつもその意志の報われる朝は決して迎えられないであろうと結ぶことで、詳細は不明であるが彼女の、たけしに重ねた、晴らされざらむ自身の鬱憤を定年を交えて吐露した、ものであったと考えられる。なお、 逆にこの孤児を悲壮な状況へ陥落した後も、強人にして、不屈の意志を示すものと肯定的に解する向きもある。ありがとうございます。